ゆるずーん、おかえりなさいませ。メリーさんちで掲示してるプルルです。はい、今回の動画はですね、コンカフェ上あるある、お客さんの言いなりになって成績が全然伸びない。これはですね、お客さんに限った話ではないんですけど、自分が求めている自分になれない原因みたいなところですね。この話を理解して実行すると、キラキラコンカフェ嬢に近づけます。それだけじゃなくて、普通の仕事にも 100% 活かせることなので、壁にぶつかってる人はぜひ参考にしてみてください。では早速本題。まずね、お客さんの言いなりになるっていうのはどういうことなのかっていうことなんですけど、これはね、意見を聞いて参考にするという意味です。なので、お客さんだけじゃなくて、親、兄弟、友達、もっと言うと職場の結果を出していない先輩や上司の意見も同じです。さらに言うとね、あなたのことを思って言ってくれてる人の意見でさえ同じです。仕事で結果を出したい場合って、感情に流されずに結果にフォーカスをした意見を取り入れていかないと難しいんですよね。多分結果が出ない人って、独学で自分の素だったり、自分の考えのみでやっちゃうことが多いと思います。で、うまくいかないと、そんなに結果に出てない人や、この道でのプロじゃない人に相談したり、意見を聞いたりして、ちょっとね、トンチンカンな回答を飲みにしてというか参考にして、余計に結果が出ないんですよ。コンカフェでのパターンだと、その意見の対象がお客さんだったり、あとはちょっと半端な先輩キャストだったりします。相談相手を絞らないとうまくいかない理由なんですけど、まずね、大前提として10人いたら10通りの意見があるんですよ。で、みんなそれぞれの意見はその人自身にとって都合のいい意見なんですよね。で、例えばなんですけど、キャストをこう独占したいお客さんは、お客さん同士をこう被らせない方がいいよ、なんか他界の原因になるとか、あとはサボってる自分と同じ仲間を増やしたい、まあ、先輩キャストだったら、まあ、バイトだからそんなに一生懸命頑張らなくてもいいんじゃないとか、同じように自分自身にとって都合のいい意見を言います。ただ結果を出してる上の人間にとって、都合のいい意見って全共通で、その人にも結果を出してほしいなんですよ。なのでね、唯一結果を出せるアドバイスができるんですよね。後輩のキャストが成長してくれて結果を出してくれることが一番嬉しいし、得でもあるんですよ。なのでね、絶対に落ちぶれるようなアドバイスや、耳障りのいい足を引っ張るような発言もしないし、客観的にね、自分が辿ってきた紆余曲折の経験すべてから無駄も少ないね、すべてのやるべきことを的確に言ってくれるんですよね。で、なんかコンカフェをやろうと思ってる人で、キラキラコンカフェ嬢になりたいって結構ね、誰もが思うと思うんですよね。お客さんも全然いないし、いてもまあ一人とか、毎日特に需要もないけど、まあ楽だからいいやって人はほぼいないです。お客さんの意見ってその人を接客する上での参考にはなります。まあ、この人はこういう考えで、だからこの人はこういう風に接客するのがまあいいんじゃないかとか、はい、そのお客さんとの向き合い方では参考になるけど、他のお客さんでも同じがいいわけでもなくて、もっと言うと自分がね、そのキラキラコンカフェ嬢になる上では実はそこまでね、参考にならなかったりします。まあ、なぜかというとね、そのお客さんは別にキラキラコンカフェ嬢ではないわけじゃないですか。エンジェルだったりアルマーノだったり、箱物のね、シャンパンをね、開けてもらうっていう経験があるわけではないじゃないですか。で、まあ同じ理屈で、そこまで結果を出てない先輩の意見もあんまり参考にはならなくて、自分が求めてる結果を出す上では特にプラスにならないっていうことなんですよね。誤解もないように言うと、これは理屈とか根拠の話で、誰かをディスる意味合いでは全くないです。で、誰の意見を聞くかっていうのもものすごく大事なことなんですけど、同じぐらいに大事なのが誰の意見を聞かないかなんですよ。キラキラコンカフェ嬢の定義って、まあ推しのお客さんがある程度いるとか、箱物のシャンパンを開けてくれる推しがいるとかじゃないですか。で、その経験がない人の意見を聞いても、そういう風になれるわけがないんですよね。なのでね、設定して誰の意見を参考にするかっていうのは絞った方がいいです。で、まとめると、意見を聞くべき人は自分がね、なりたい人を見習う。で、その道でね、結果を出している自分の理想の人の意見を聞く。で、教わる人はね、増やさずに絞るでした。はい結局のところ、こうした方がいいよ、ああした方がいいよっていうのは、その発言者の都合や能力っていうことなので、少なくともね、結果を出したいのなら本当に聞く人は選別しないと、なかなかね、結果を出せず負のスパイラルに入ることがあるよっていう話でした。はい、どうでしたか、参考になりましたかなかなかね、結果を出すので大変だと思いますけど、皆さん一緒に頑張りましょう。はい、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。